マラウイの在外交換の場所、マラウイ大使館、または、領事館マラウイの在外交換の一覧は、マラウイが国外に置いている大使館及び領事館の一覧である。なお、名誉領事館は収載していない。マラウイの初代大統領である、ヘースティングズ・カムズ・バンダは、親王米路線の外交政策を行い、第2代大統領であるバッキリム・ムルジもそれを踏襲した。現在の、 第3代大統領、ビングはムタリカ政権もその路線を引き継いでおり、主要な欧米諸国諸国との間に良好な外交関係を維持している。一方で、アパルトヘイト時代を通じて、南アフリカ共和国と密接な外交を結んでいたため、かつては他のアフリカ諸国とは緊張関係にあった。1994年のアパルトヘイトの崩壊以降、 マラウイは他のアフリカ諸国との関係を深めていき、現在はすべてのアフリカ諸国との間に堅固な外交関係を結んでいる。なお、マラウイ湖の領有問題に関しては、タンザニアとの間で論争になっている。アメリカにおけるマラウイ発の大使館施設。この建物は1964年から1968年にかけて建てられた。かつてカナダの首都オタワに置かれていた。 高等弁務官事務所。現在は閉鎖されている。カナダの首都であるオタワには、かつて高等弁務官事務所が置かれていたが2005年9月30日に閉鎖された。現在はアメリカのワシントン DC にある大使館がカナダの外交を兼務している。なお、最後の高等弁務官であったケネディ・マリスタは、カナダの高等弁務官事務所の閉鎖に際して、 永久的な閉鎖にならないとの予想を示した。ありがとうございます。